ジョー・オルシュ・イーグルス、ジョー・オルシュはアメリカのカントリーロックバンド、イーグルスのギタリスト。2011年、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第54位。1965年、オハイオ州のケント州立大学に音楽を学ぶために入学するがライブ活動に熱中し1年半で退学。1969年に、 ハードロックバンド、ジェームス・ギャングのギタリスト兼ボーカリストとして、デビュー、ウォークアウェイなどのヒット曲を出す。その後バーンストーム結成、ソロ活動後、1975年、イーグルスに加入。1978年には、ソロアルバム、ロスからの青い風を発表し、このアルバムからカットされた、シングル、この人生にかけてとともに、自身最大のヒットを収めた。 1994年にイーグルスが復活して以降、バンドを中心に活躍中。経歴の通り、イーグルスに加入する前から、その名は知られていた。1974年のアルバム、ソーホワットには、グレンフライ、ドン・ヘンリー、ランディ・マイズナーが参加しており、イーグルスの代表的アルバム、ホテル・カリフォルニアのプロデューサーを務めたビル・シムジクを、イーグルスと引き合わせたのは、 ウォルシュである。ウォルシュ加入後のイーグルスもステージでウォルシュやジェームス・ギャングの曲を演奏している。ステージでは非常にアグレッシブに動き回り、時には派手な衣装を身にまとうなどをしてパフォーマーとしてもその力量を大いに発揮する。特にイーグルスではバンドのフロントマンであるドン・ヘンリーとグレン・フライよりも目立っていた。また、1980年には アメリカ大統領選に立候補をしようとした。イーグルスライブにおいて、ティモシー・ B ・シュミットが、ザ・ネクスト・プレジデント・オブ・ザ・ユナイテッド・ステーツ、ミスター・ジョー・ウォルシュと紹介しているのを聞くことができる。最も影響を受けたギタリストとして、デュアン・オールマンを挙げており、自分は彼がやり残したことを使っているに過ぎないと語っている。エクストラ級免許を持つアマチュア無線化としても知られる。 2004年10月、イーグルスの日本公演で来日した際、東京都豊島区菅の、日本アマチュア無線連盟本部を表敬訪問している。ありがとうございます。